琥珀の女ねえ聞いてくれるここだけの話よ絶対誰にも言わないでねえ,えええ彼女とは特に親しい間柄ではありませんランチを食べるこの店でたまに 顔を合わせる程度ですちょっとしたことで彼女と挨拶を交わすようになりやがて軽い世間話をするようになりました私のこと何も知らないのに彼女はなぜか自分の秘密を打ち明けてくるようになりましたねえ西側のボックス席に中年女性いるでしょうええ その人はランチの時間は大抵このカフェで過ごしてる女性でした30代後半ぐらいで本が好きらしくいつも文庫本のページをめくっていましたあの方がどうかしたの彼女は不敵な笑みを浮かべると私の耳元でささやきましたあの女の旦那と寝たのよ え私は正直戸惑いました。こんな時どういうリアクションを返せばいいんでしょう。そんなことを私に告白したって仕方ないのに。同じ店内で本を読んでいる中年女性、その人の旦那さんと不倫をしているというのです。切ない恋に浮き耳をやつしているのだと思うと、なんだか彼女が 哀れに思えてきました。これからどうするつもりどうするつもりもないわよ。彼女はあっけらかんとした表情です。詳しく聞いたら、どうも相手を愛してるわけじゃない。四十過ぎの中年親父なんかどうでもいいとのこと。ではなぜだってあのおばさん、 私の席を奪ったんだもん。だから奪い返したの、旦那を。それだけ。信じられませんでした。このカフェでいつも座っていた席が奪われたから、仕返しにあの中年女性の大切なものを奪ったというのです。その異常性を見せつけられてから、 私は彼女と距離を置くようになりました。彼女が来店している時は扉を開けずそのまま立ち去るようにしました。彼女はこの店をとても気に入っていて、あたかも自分のリビングのようにくつろいでいるのです。無論彼女は客の一人にすぎません。店主を顎で使ったり、決まった席が空いていないとへそを曲げたり、 文句を言ったり、とても子供っぽい態度で周りを翻弄しました。私はこの店のナポリタンがお気に入りで、週に2度は立ち寄っていました。ケチャップがたっぷりのどこか郷愁を感じさせるナポリタンのファンは多かったと聞きます。お気に入りの店だったのですが、彼女の出現により、 心地よかった空気の流れが変わってしまいました。この頃私は琥珀のイヤリングをつけていました。岩手の久慈地方で採掘された琥珀で特に高価なものではありませんでしたが気に入っておりました。旅をした折に記念に買ったもので飴色の琥珀の内部に 小さな黒い虫が入っています。約9000万年前の樹脂が化石化した琥珀に悠久のロマンを感じてよく身につけていたのです。虫やだ気持ち悪い。あたしそういうのだめ。よく平気でつけられますね。彼女は虫入りの琥珀が苦手のようでした。ですが、 身につけている相手に向かって気持ち悪いと口に出す感覚に私は剣を覚えました。琥珀を身につけている私自身が否定されたような気がしたのです。カウンターの向こうにいたマスターが、おいおい、そんな言い方は良くないよ。琥珀素敵です。よく似合ってますよ。とフォローしてくださいました。 私は笑顔を崩しませんでしたが、以来、この店にアクセサリーをつけていくことがなくなりました。それからほどなく、駅前の本屋で彼女を見かけました。思わず書棚に身を隠した私は、スパイ映画のように彼女を観察しました。私が身につけていた、 琥珀のイヤリングとよく似たアクセサリーをつけていたからです。明らかに私のものよりも大ぶりの琥珀のイヤリングでした。しかも見間違いでなければ黒い虫入りの琥珀です。どういうこと虫気持ち悪い。よく平気でつけられますね。彼女の放った言葉が蘇りました。理解不能の相手だと 改めて思いました。私は自分の世界から彼女を締め出すことにしたのです。それから私は夕方以降に足を運ぶようになりました。このカフェはかなり年季の入った建物で修繕を繰り返しながら営業しておりましたが、 窓からツタの絡まるレンガ壁を眺めているだけでも心が安らぎました。同じ思いのお客さんがたくさんいらっしゃったようでカフェでぼんやり時をやり過ごす。そんなわずかな時間を皆さん大切にしていました。喫茶店と呼ばれる懐かしいカフェが少なくなったせいかもしれません。 客は断然、年配の方が多いのですが、隠れ家風のこの店に、ノートパソコンを抱えてやってくる若い方も数多くいらっしゃいました。ランチタイムを避け、仕事帰りに立ち寄るようになってから、彼女と会わずに済んだので、妙なストレスを覚えることもなく、穏やかな時間を過ごせました。夜は、こっそり、 マスターがお酒を飲ませてくれることもありました。夜9時の閉店時間になると、入り口の照明を落とし、常連たちに声をかけてくれるのです。さあ、仕事は終了。ここからはプライベートタイムだ。一緒に飲みませんか。クローズの看板を出し、カウンターの間接照明だけにして、 マスターはウイスキーの水割りを作ってくれます。閉店後の飲み会は限られた客だけに声をかけているようでした。マスターの気分が乗れば店のピアノを演奏してくれる時もありました。夜のカフェはとても雰囲気があって時間を忘れてしまいそうでした。ある晩のことです。夜の9時を過ぎて マスターはいつものように看板の明かりを落としました。その晩残っていたのは常連客の男性マルさんとさえぐささんという俳句の会を主催してらっしゃる年配の女性でした。9時を10分ばかり過ぎた頃、店の電話が鳴っていました。マスターは一向に電話を取ろうとしません。 閉店時間を過ぎたら電話に出ないことにしているんだと言っていました。夜の飲み会の時はカフェの扉に鍵をかけてしまいます。カフェの仕事は終了しているわけでお客さんに入ってこられても困るからです。マ、ま、ルさんは4人分の水割りを作ってくれました。一度途切れた電話がまた鳴っています。 さえぐささんは、まるさんと顔を見合わせ、あの子かしらね。そう言って、グラスを口に運びました。あの子って思わず聞いてしまいましたが、私にも見当はついていました。閉店時間を過ぎてもじゃんじゃん電話をかけるような、デリカシーのない客はあの子ぐらいなものよ。さえぐささんも、 昼から夜に時間を変えた一人でしたコーヒーくらい静かに飲ませてほしいのにトラブルメーカーがいるからうるさくて仕方ないのだから夜に通うことにしたのよあれじゃ完全に営業妨害よね三枝さんがトラブルメーカーと呼んでいるのは彼女のことでしたマスター お疲れさん。マスターとマルさんがグラスを合わせています。いつもの夜の穏やかな時間が始まろうとしていました。突如、入り口扉がガタガタ鳴り始めました。私は地震かと思い身をすくませました。地震ではなく、誰かが外から 扉を開けようとして揺さぶっているのだとわかりました。マスターがすでに鍵をかけているので入れないのです。扉を揺さぶる力はものすごくて恐怖を感じました。激しいノックと揺さぶりは2分以上続いたように思います。マスターは言いました。あの子ですよ。放っておきましょう。そのうち諦めて帰るでしょうから。 マルさんは警察に通報した方がいいんじゃないかと助言しました。そんなことがあり、その晩は早めに切り上げることにしました。サエグサさんが言うには、あの子はマスターのことが好きなのよ。だから個人的にこんな風にお酒を飲んだりするのを許せないのね。相手がこんなおばあちゃんであろうとも、 嫉妬の対象となるわけ、困ったものよ。あなたも気をつけてね。サエクサさんはそう言うと、マルさんと連れ立って、裏口から店を出ました。マスターは私を引き止め、何かあるといけないから送っていきます。と、一緒に外へ出ました。並んで歩きながら、マスターは言いました。今日はすみません。 怖い思いをさせてしまいました。僕は慣れていますけれど、被害がお客さんに及ぶのではないかと気が気ではなくて、マスターは家の前まで送ってくださいました。どうかまたいらしてください。送っていただいてありがとうございます。おやすみなさい。別の不安が押し寄せてきました。マスターに親切にされると、 彼女が嫉妬するからです。もうカフェに行くのをやめてしまおう、そう思いました。彼女の異常な行動を見るのはもう嫌でしたし、関わり合いたくありませんでした。ねえ、誰にも言わないで、と親友のように話しかけてくる彼女が哀れでした。自宅玄関の鍵を開け、何気なく 鉢植えの方に目をやりました。私は目を見張りました。三十以上あるすべての鉢植えが割られていたのです。まさか、私の自宅まで知ってる。無論、教えた覚えなどありません。ですが、調べる気になれば、住所ぐらい簡単に知ることができます。 鍵はしっかりかけられていて、内部に侵入された形跡はありませんでしたが、翌日警察に届けることにしました。犯人は留守中に敷地内に侵入し、玄関前のポーチの鉢植えを全部叩き割り、花壇の花をむしり足で踏みつけたのです。犯人誰か思い当たる人はいますかと問われ、 私は迷わず彼女の名を挙げました。カフェでの一連の迷惑な行動、傍着無人な振る舞いも残らず話しました。誰かが警察に通報しなくてはならない時期だったのです。マスターもこれ以上我慢を重ねることはできない状況でしたから。あっけなくこの一件で、 彼女は警察に確保され、すぐに医療機関へと引き渡されました。そうです。彼女には、ある精神障害があり、入院経験もあったのだと言います。警察に確保されているとき、彼女の言い分はこうでした。愛するマスターを守るのが自分の使命であるのに、泥棒猫たちは、 巧みに夜に這い回り彼に近づく自分は自分のすべきことをしただけ邪悪なものを排除しただけあの女あの女が一番悪いあの女が悪の元凶マスターの心を奪おうとしてる琥珀の女琥珀の女 絶対に、絶対に許さない。それを聞いて私は背筋が凍っていくのを感じました。警察によると彼女は今、施錠のある入院施設で薬物治療を行っているという話です。私は恐れています。彼女にいつか退院が許されたとき、 過去に執着しマスターや私を襲いに来るのではないかと日々考えない日はありません